はい、速稼塾の久保です。ですね、私はもともとね、スーパーマーケットの社員を7年間ほどしてまして、まあそこを辞めてですね、経営者になったりとか、今みたいな隠居みたいな暮らしをしてるんですけども、まあ私が考えるところ、スーパーとかね、コンビニってむちゃくちゃ稼げる場所なんですよ。むちゃくちゃ稼げる業界なんですよ。ただね、多くの方がその稼げるところを全然ね、見てないっていうか、気がつかないというかね、なんで気がつかないんだろうと、毎日毎日目にしてるのに、なんで気がつかないんだろうっていつも思うことがあるんですよ。これをね、見ている、この動画を見ている方も、多分ね、毎日目にしてるのに気づいてないんですよ。今日はそこら辺をね、ちょっとこう、お話ししていこうかと思います。前回ですね、0円から稼ぐネタがあるよってことを動画で、やりましたら、ちょっと何名かの方からね、これをシリーズ化してほしいって言われたんで、シリーズ化するっていう義務はちょっと負いたくないんですけども、気分次第にやらせてもらいます。まあ、そのうちの一つだと思ってください。本当にこのネタってのはね、山ほどあるんですよ。0円で手に入るのに、高いお金で売れるってものは結構あるんで、皆さん、もうちょっとね、視野を広くというかね、柔軟な発想を持っていただきたいと思います。今日はね、こういうものをちょっとお見せしましょうか。これですね。これはなんかイベントの、ね、よくわかんないですけど、アイドルの女の子の、こう、等身大の捨て缶といいますかね、看板ですよね。発泡シロールか、段ボールかなんかで作られてるものですけども、とても可愛らしいですよね。もう、ピンときた方いらっしゃいます？こういうのを街角にあったりとかね、弱虫ペダルっていうアニメの、なんかイメージキャラクターだと思います。等身大ですね。これ芸能人ですね。エグザイル。これカラオケ屋にあるやつですね。カラオケ屋さんでも、もちろん使えます。これはもう、多分ね、誰かの家にあるやつですね。もうお気づきでしょう。これちっちゃいですけども、自転車屋さんがどっかにある、高校生のね、等身大の、芸能人だと思うんですけども、こう、看板ですよね。はい、これは滝沢。かっこいいですね。若い頃の滝。こういう風なところも、富士フイルムからもらってきて、この部屋に置いてるんでしょうね。東芝の、この素敵な女性のね、このポスターも欲しがる方いると思いますよ。これは藤原紀香さんですね。懐かしいですね。こういう風な、行った人から夏になる。なるほど。キャッチコピーもいいですよね。はい、これもまたアニメが出てきました。電気屋さんがどっかにこれ置いてあるんでしょうかね。こういう風なね、ディスプレイ用の、等身大の芸能人とかアニメのキャラクターのこういうステカンって皆さん見たことあるでしょ。これってスーパーでは毎月入れ替わるんですよ。バレンタインならバレンタイン、クリスマスならクリスマス、ものすごいいっぱい本部の方から送られてきて、スポンサーさんから送られてきて、もうね、使わずに捨てるものもあるんですよ。もうお分かりですよね。これってスーパーに勤めてる人だったらいくらでももらえるんですよね。でもらって部屋で保管するのもいいし、スーパーに勤めてない人にあげると言いますかね、何と言いますかね、これね、持ってきてそれを非売品なんで売ってはダメだと思うんですよ。ただまあその辺からはね、どういう風に捉えるか皆さんの自由です。これは手に入りにくくて欲しがる人がいるっていう事実だけあります。でこのようにね、個人の部屋に持ってきてる人もいるという事実があります。これも多分個人の 家でしょう。多分ね、相当ファンの方が手に入れたんでしょうね。コンビニでもこういうのってもうどん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 入れ替えられますし、なんかいっぱいあるんですよ、こういうのがね。で、もう一個開けてみましょうか。はい、これはね、カラオケ屋さんによくある AKB の、ほら、公式カラオケソフト、ジョイサウンドって書いてますね。こういう風なのぼりです。布製のタペストリーみたいなやつですね。いや、これもですね、なかなか普通の人は手に入んないですよ。カラオケ屋さんのバイトに行ったら、店長あれくださいって言ったらくれるかもしれないですよね。これローソンで山のようにあるやつです。はっきり言って、のぼりがつけきれなくて捨てるのもあります。で、本部の方がね、回収していくケースもあるんですけども、なんか盗まれましたとか、なくしました、汚れましたとか言って、店舗で独自に廃棄する例もあります。はい、こういったのぼりがね、皆さん見たことあるでしょ？あ、これは何ですかね、ももクロですかね。これも誰かの家にありますね、なぜかね。どっかのフローリングの床に広げて撮影してますよね。不自然ですよね。おかしいですね。こういうのってのは、企業が宣伝用に手に入れて、非売品のはずなんですよ。なんでこれが個人宅にあるとおぼしき床なんでしょうか。さあ皆さんね、こっからはご想像ください。私はですね、街にあるただのものとか、こうやってただで仕入れるものをどん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 もらってきて、もうお金のためにどん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 人に有料で売るっていうのを必ずしも進めてるわけではないんですよ。本来の趣旨とは変わってきますんでね。でもやっぱりね、どういうふうに扱うかっていうのは、もう私が言ったところで止められない部分がありますし、それは個人個人のモラルに任せるものだと思うんですよ。例えばホットペッパーみたいなの前回紹介しましたけども、あれをね、ごそっと全部持ってきて、心が痛まないんだったらやってください。
でも私は心が痛みますし、多分私の動画を見てる方は、あ、本当に読みたい人がこれ手に入んなくなっちゃったら、ホットペッパーってのが無料じゃなくて有料になることもありえるなって考えて、やっぱり自分勝手にやらないと思うんですよ。まあ持って帰るにしても、うん、忘年会行こうかなぐらいのことを考えてね、そっと1冊か2冊程度に収めるとかね、うん、ほどほどにやってくれるんじゃないかなと思うんですよね。で、もちろん私はそれを持ってきて、どん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 お金儲けのために売りましょうってことを進めてるわけではないんですけども、うん、今回も前回もそうなんですけども、こういう現象が世の中にあるよというね、現象の紹介ですからね。そしてその現象に、いい悪いはともかく気づいてない方が多いという、こういうね、現実もあるってことです。あとは皆さんがそれをどう活用するかっていうのは、うん、使い方次第なんですよ。私の場合はこういう現象があるよという形で動画にして気づきを与えているんですよね。気づいたことをお話してるんですよ、うん、で、自分でやったりとか、それを人にやらせたりとかね、ましてやそれをビジネスって呼ぶ、そういうふうな考え方はありません。もちろんこれをビジネスというふうに解釈する方もいると思いますし、こういうのをね、あの再利用だとか言って役に立っているんだっていうふうに感じてる方もいるでしょう。それはもう皆さんね、一人一人それぞれ好き好き考えていただいて、考えて行動すればいいと思います、うん、ただ世の中には、うん、いろんなね、私たちに気づかないことっていうのが蔓延してるなっていうふうなね、うん、そういうことかなと思いますよね。皆さんはどういうふうにお感じになったでしょうか。それではね、モラルよく、うん、0円仕入れやってみてはいかがでしょうか。あくまでも自分の趣味のために仕入れて、自分の趣味が変わったんで、うん、処分するみたいなね、ゴミ箱に入れるのか、欲しい人に、うん、どういう形かで分かんないですけど譲るのかね、有料か無料ってのもありますし、送料もかかりますし、梱包の手数料もありますし、いろいろ事情があると思いますので、そこはもう皆さんね、それぞれでございます。それでは以上です。